エクリプスコンセプトジェットエクリプス400はエクリプス500の製造会社であるエクリプスアビエーションが設計、開発を行っていた単発式の超軽量ジェット機である。エクリプス400は2008年に破産した後エクリプスの資産を買収したエクリプスエアロスペースは開発を行っていない。エクリプス400は2007年7月22日のエアベンチャーで エクリプスコンセプトジェットとして発表された。航空機はシーラスビジョン SF50、パイパーアジェット、エピックビクトリーとダイヤモンド D ジェットの単発ジェット機の市場で競合する。エクリプス400の設計の特徴は、単発で4座席で、V1 尾翼の間にジェットエンジンが設置され、シーラスビジョン SF50 と類似の形態であるが、やや小型で、 操縦席を含めて4座の座席レイアウトである。4座席の試作機は N5184U として登録され、プラットホイットニーカナダ社の PW610 回ターボファンを搭載し、2007年7月2日に初飛行した。バージニア州の NASA のワロップス飛行施設で、スウィフトエンジニアリングによって秘密裏に組み立てられた。 試作機はより大型のエクリプス500と60%の部品が共通である。当時の発表では、巡航速度は高度4万1000フィートで 345km で、アイハーによる航続距離は1250ミリだった。航空機は総重量4800ポンドで、非積載重量4800ポンド、積載量2000ポンド、 燃料搭載量1261ポンドとして設計された。プロトタイプが最初に発表された当時、同社によれば航空機を量産する意図はなかったと述べられた。2008年5月30日、エクリプス社は量産型の育児であるエクリプス400の受注を開始した。400は価格が135万ドルで納入が2011年第4半期の 予定とされていた。この時期、エクリプス社は、エクリプス500の価格上昇と、納期遅延による、受注の潜在的キャンセルのリスクを抱えており、エクリプス500の契約者に対して追加コストなしで、400へのオーダーへ移行する提案を行っていた。しかし、エクリプス社は、その後資金難に陥り、2008年10月、もしエクリプス400計画は、 進めるか否かとの質問に対して、同社 CEO は、認証過程は始めない。会社としては4隻、単発の VLJ に継ぎ込む資金はない。と語った。エクリプス社は2009年3月に、会社生産手続きに入ったため、エクリプス400の開発作業は中断されている。出展、エクリプス公式ウェブサイト証言性能。ありがとうございます。